2005年8月10日、宇和井文彦の夢に共鳴。志を共にした2人が中心となり、ビッグマウスラウド設立が発表された。ですね、僕はただ練習して試合をするそれだけです、何も考えずに集中して練習して試合してっていう環境が最高にいい環境を与えていただいたと思ってます。頑張ります。まあ本当に、僕らスタイルって言いますね、前田さんを含めやりたいことっていうのは一つしかないですよ。やっぱりその戦いがなければ何も始まらないっていう、やっぱりその慣れ合いっていうものをしたくないっていうのはまず一つですね。でそれがあって僕らはやっぱりもっともっと厳しいところに自分らを置いていきたいっていうことが、日々置いていきたいっていうことが一つなんで、もうそれしかないっていうのが答えですね。